おはようございます。今日は12月の11日、ここは MD208、朝の6時です。気温マイナス32度、風が少しあります。でもまあ太陽が言った通り出てくれてて、それほど極寒ではありません。月はどこ行ったんだろう。天気は快晴。朝起きると、外に出て気象観測をして、気温とか気圧を測ります。その後、ちょっと片付けしたり、なんだろう、お湯を飲んだりして、そこから早速朝食に行くと。で、朝食が終われば、車を鳴らし運転して、もう早速出発というね、なかなか慌ただしい朝になっています。ここはですね、サスツルギ帯といって、こんなサスツルギが、あります。このサスツルギはね、行く手を阻むんですよ。それでガタガタガタっと車も傾いたり、荷物もガタガタになるんですけれども、あちらの圧雪車が先頭で走ってくれて、それで、このサスツルギをね、整地していってくれてるんですね。サスツルギ、結構硬いです。硬い。この車を、この上を車で行くと、とても、振動がすごいですね。でもいろんな形があって、とても面白いです。こんな形とか。なんかね、いろんな形があるんですね。これが1年の間にどういう風に生水するのかっていうのは結構知られてないんじゃないかなと。これどうやってこの形ができていくのかとかですね、調べると面白いんじゃないかなと思って見ています。いろんな形があって、なかなか面白いですね。まあそんな感じで朝も慌ただしいので、今ちょっと散歩に来ていますけれども、これから戻って、朝食にしたいと思います。今日もたくさん走れたいなと思っています。それでは。現在移動中で、ちょっとトイレ休憩をしてみました。なかなかすごいサスツルギがね、たくさんあるので見てきています。これとかなんかかっこいいですね。イルカのような形で。こっちにもあります。ちなみにあちらの人々7号車が、僕が乗ってきた車です。後ろにソリをたくさん引いています。さあ、どんどん先に進んでいきたいと思います。かっこいいですね。
真上に行きました。12月の11日夜の8時、MD122 だったと思います。キャンプインしました。ソリをこういう風に置いてあちらに車両を止めています。車両ね、あれ見えないけどいっぱいあるんです。6台置いています。なあ、最近はなんかいい感じに手際が良くなってきて、到着して給油をして、その後こういう風に車列を整えて、ラジオゾンデ観測やると、でそれで20時半から食事という感じでやっております。なんか手際が良くなってきて、パッパッパッとできるようになってきたような気がします。はい、ということで今日はね、月も出ていて綺麗です。月が見えるでしょうか。サスツルギがすごくてですね、サスツルギの上を走ると本当にガタガタガタと倒れるんじゃないかっていうぐらいの、びっくりするような時もありますけれども、まあ雪上車がねで走ると下をサスツルギを壊しながら進むことができます。はい、でまあ主に圧雪車で先に整地してくれるので助かってるんですけれども、たまにサスツルギの走らないといけないルートの外にちょっと出ないといけない時があったりして、そういう時は、サスツルギの上を走ります。すごい振動がね大きくなります。はい、まあそんな感じで、今日もゆっくりと、これからご飯を食べて休みたいと思います。